湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。何も誤解してないんですよ。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。まあこういうのって母子家庭にありがちっていうか、まあうちもシングルマザー。堀先生、児童のせいにしたら親御さんの怒りに火がつくでしょ。実際どうだったかはどうでもいいんだよ。豚の脳なんだよね。ミナトの脳は豚の脳と入れ替われてんだよ。いつも麦野くんを叩いたりしてます。なんだよそれ。お話伺いたいんですけれども、よろしいでしょうか。全焼だった。化け物ですよ。怪物だれだ。頭に豚の脳が入ってるのはあんたの方でしょう。私が話してるのは人間？怪物。